優勝戦1号艇白井選手です。おはようございます。はい、おはようございます。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。まあ、初戦の大敗から来てその後は3連勝もありました。本節流れとしてはご自身はいかがですか？まあそうですね、まあ1走目失敗して、まあそこからはまあエンジンもまあ成績もある程度取り戻せたかなというふうに思います。そのエンジンの部分で今のところの仕上がりの評価というのはいかがでしょう？そうですね、まあ細かい部分は合ってないところありますけど、まあ相対的な話を見ればいい方にいると思います。予選の道中でその係だったり船の向きというワードも出ましたが、そのあたりはだんだん改善されていると見ていいですか？そうですね、まあ少しずつ良くなってます。ちょっと今日は気温だったり気象状況変わりますが、調整お考えの部分はいかがでしょう？ですね、まあそのあたりをちょっと考えながら途中乗って考えたいなと思います。スタートは地元戦、見え方はどうでしょう？ええ、なんとなく気合でいってます。昨日もバッチリ0-1いきましたし、準優はそうですね、まああれ以上早いのはいけないですけど、近いの行きたいと思います。1号艇です。ピット離れの部分は大丈夫ですね？そこは問題ないですね。はい、日韓コム杯争奪戦 PR 大使が師匠の今村さんですから。あ、そうなんですか。はい、はい、勝たなきゃいかんですね。そうですね、まあいい報告できればと思います。今年初 VM 来て、最後にファンの皆さんに一言お願いします。はい、ビシッと逃げたいと思います。ご声援よろしくお願いします。優勝戦2号艇重野選手です。おはようございます。おはようございます。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。現状のエンジンの評価、仕上がり教えていただけますか？伸びに関しては、はい、いいかなと思ってます。課題はどうでしょう？そうですね、ちょっと今日は気象条件が昨日とガラッと変わったので、その回転を合わせる作業、プロペラ中心になると思いますけども、やると思います。はい、伸びの部分に関してはどうでしょう？もらった段階から良さはありました？若干ですけど、でもなんだろう、好きな伸びじゃないので、もうちょっと手前に寄せながら伸びていく感じが欲しかったので、はい、プロペラ叩きました。でその結果が、まあ、今そのご自身が求めていたところはまずまず来ていると見ていいですか？そうですね、はい、今日はじゃあその作業をまだ続ける形ですかね？それとやっぱなんだろう、ちょっと昨日乗りづらさが出たので、その辺も改善できたらなと思います。スタートは見え方感はいかがですか？まあいつも通り、はい、いいスタートはいけてると思います。2号艇です。勝利のためにどういうレースを心がけていきましょう？白井さんにプレッシャーかけれるようなスタートをいきたいと思います。では最後にファンの皆さんに一言お願いします。はい、優勝して帰ります。応援お願いします。優勝戦3号艇長野選手です。おはようございます。おはようございます。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。現状のエンジンの仕上がりというのはご自身どうでしょう、評価は？まあ特徴がなく普通の感じです。もらった段階からどうでしょう、上積んだ部分はあるとすればどうでしょう？パーセントあったんで期待してたんですけど、前件からしっくりきてなかったです。はい、ちょっと今日気象状況変わりますが、調整、まあ、やれること限られてくるとは思うんですが、お考えのプランとしてはどうでしょう？まあ、ちょっとプロペラを叩き変えようかなと思ってます。はい、スタートの見え方感、今節いかがですか？全然届いてません。船足の影響もあったりしますか、そこは？まあ、そこ、まあ、みんな多分届かないと思うんです、気象条件で。はい、3号艇です。勝利のために今日どういうレース心がけていきましょうか？まあ、思い切ったレースをしたいです。勝てば今年 V4 です。最後にファンの皆さんに一言お願いします。はい、優勝できるよう頑張ります。応援お願いします。優勝戦4号艇松村選手です。おはようございます。おはようございます。優出おめでとうございます。ありがとうございます。10連続優出、すさまじいですね。流れいいと思います。はい、今節どうでしょう、その流れの良さのままで迎えたんですけれども、エンジンの評価はいかがでしょう？まあ、全体的に中堅で、行き足は中堅届いてないかなみたいな感じです。 もっと本番優勝戦に向けては改善する余地は大いにありそうな。そうですね、まあ、ペラとチェルトでちょっと何とかしようかなと思います。今節通してちょっと調整の難しさだったりとかはありましたか？天候もいろいろ変わりましたし、まあ、バチッと来たことはなかったですね、今節は。じゃあそれが優勝戦に来れば一番いいですよね。そうですね、来るように頑張ります。行き足という言葉もあったんですが、スタート間にそれが及ぼす影響とかっていうのはありました？まあ、スタートめっちゃしづらいんですけど、
もうタイミングは決まってるんで、まあ、優勝戦も決まったらいいなと思います。まあ、勘自体にはじゃあ問題ないということでいいですよね、そう捉えて。そうですね、はい、わかりました、はい、4号艇です、まあ、ただ攻められる位置ですから、レースプランとしては勝利のためにどういうレースを心がけていきましょうか。まあ、スタートをもうとりあえずいいのを決めて、それからですね、勝てば今年 V3、 来年は若松でクラシックありますし、ここで3回目の優勝を取るというのは大きな意味あるんじゃないですか、どうでしょう。そうですね、頑張りたいです、はい、では最後にファンの皆さんに一言意気込みをお願いします。はい、いい勝負でした、頑張ります、応援お願いします。優勝戦5号艇清水選手です、おはようございます。はい、おはようございます。優勝おめでとうございます。はい、ありがとうございます。同じ支部の前節、はい、瀬野選手の優勝エンジンです。はい、はい、現在の評価をお聞かせいただけますか。バランス取れてきました。はい、取れてきたということはじゃあ徐々に徐々に上積んできたという感じで。そうですね、気温とかに合わせて調整できてます。特に気に入っている部分というのはありますか。いや、特徴はないんで、まあ、バランス取れて中の上という評価ですね。今日はちょっと気温が上がったり、予報が、今までとはこれまでとは変わっている予報が出てますが、どうでしょう、調整としては。いや、そうですね、いろいろ一節間ずれなかったんで、1レースぐらいずれたんですけど、それ以外はずれてないんで、バッチリ調整できると思います。スタートは見え方はいかがでしょう。大体勘通りで、問題ないですね。はい、5号艇です、勝利のためにはどういうレースを心がけていきましょう。はい、そうですね、ちょっと展開穴がないとさすがに遠いんで、マックス 2,3 着狙いですね。でも展開はつく足はあると見ていいですよね。まあ、みんな五分ですけどね。はい、勝てば今年3回目の優勝です。最後にファンの皆さんに一言お願いします。はい、なんとか船券絡めるように頑張ります。優勝戦6号艇笠木選手です、おはようございます。おはようございます。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。初下ろしから3節目、まあ、かなり動きも目立っていたエンジンなんですが、ご自身の評価としてはいかがでしょう。そうですね、ちょっと気象条件が多分前と違うと思うので、ちょっと最初はそんなにいいエンジンとは思えなかったんですけど、まあ、だんだん良くなってきましたね、ペラ叩いて。はい、どの部分に特にこの良くなってきたっていう実感を感じますか。出足と、まあ、回り足、ピット離れ、その辺です。はい、今ピット離れというワードが出ましたが、今日この枠です、調整どうでしょう。あえてピット離れ仕様にしてみたりとかっていうプランはありますか。いや、そんな引き出しはないんですけど、まあ、飛ぶかもしれないですけど、まあ、分かんないです、その辺は。まあ、そこは出てみないと。はい、はい、この枠考えて船足欲しい部分あったりとかしますか、どうでしょう。いや、ないですね。はい、もう現状のまんまで十分、そのままで。はい、はい、分かりました。スタートは今節見え方感はいかがですか。何回か失敗してますけど、まあ、時計の問題もで遅れたこともあれば、はい、まあ、ついてなかったこともありますけど、まあ、その分昨日展開に恵まれたんで良かったです。はい、今日さらにじゃあもう一ついいことあるといいですよね。まあ、そうなれば嬉しいですけど、はい、はい、6枠です、ちょっと枠遠いんですけれども、レースのイメージ、勝利のためにはどういうレースを心がけていきましょう。展開つける足は、まあ、あると思ってるんですけど、はい、では初 V へ向けて最後にファンの皆さんへ意気込みをお願いします。まあ、全力で走ります、応援よろしくお願いします。